ベラクリプットはオープンソースでフリーウェアのオンザフライ暗号化に使われるユーティリティソフトウェアである。ベラクリプットはファイルやパーティションの暗号化やストレージ全体の暗号化がなされたブルト前認証付き仮想暗号化ディスクを作成することができる。ベラクリプットは開発が終了したトルークリプットのフォークである。初版のリリースは2013年6月22日で、 2015年9月には10度目のリリースがなされた。開発者によるとセキュリティの改善がなされ、初期のトルークリプットのソフトウェア監査において提起された問題が対処されている。ベラクリプットでサポートされている暗号は、アイス、サーペント、トゥーフィッシュ、カメリア、カスニッチックである。さらに10種類のカスケードアルゴリズムの組み合わせを利用できる。アイス、 トゥーフィッシュ、アイストゥーフィッシュ、サーペント、カメリア、カスニチック、カメリア、サーペント、カスニチック、アイス、カスニチックサーペント、カメリア、カスニチック、トゥーフィッシュ、サーペント、アイス、サーペントトゥーフィッシュアイス、そしてトゥーフィッシュサーペントである。ベラクリプトで利用可能なハッシュ関数はライブミュードマイナス -160。 シャマイナス256、25シャマイナス512、ストリボム、ワールプールである。ベラクリプットは暗号モードとして XTS を利用する。ヘッダーキーとセカンダリヘッダーキーは512ビットのソルトの PBKD 回を用いて327,661回から655,331の反復で生成される。 開発者により、ベラクリプットは概ねトルークリプットよりもセキュリティが改善された。トルークリプットはシステムパーティションに対し、PBKDF にライブミュード160、アルゴリズムで1000回の反復を行うが、ベラクリプットは327,661回の反復を行う。標準コンテナとその他のパーティションに関しては、 ライブミュード160で655,331万5回、マイナス -2 と R プールでは50万回の反復を行う。これにより、ベラクリプットで暗号化パーティションを開く際にわずかに遅くなるが、総当たり攻撃に対して最低10倍から最大300倍強くなる。Windows でのブートローダーの脆弱性は修正された、ほか、様々な最適化が行われた。 開発者はシステムブートの暗号化に社 -256 のサポートを追加しシェレクサキュとのセキュリティ問題も修正された。Linux と MacOS ユーザーは512兆のセクタサイズのサポートで恩恵を受けられる。Linux 版も NTFS フォーマットをサポートしている。セキュリティ改善によりベラクリプトフォーマットはトルークリプトとは非互換である。 ベラクリプットの競合、サイファーシュトとの違いは、サイファーシュトは、トルークリプットフォーマットを使っていることである。ベラクリプットのバージョン 1.0F から、トルークリプットフォーマットを開いたり、トルークリプットフォーマットを、ベラクリプットフォーマットへ変換したりすることができるようになった。ベラクリプットは最もらしい否認と呼ばれる構想をサポートしている。これは一つの隠された ボリュームをもう一つのボリュームの中に作成できるものである。さらに、Windows バージョンでは、否認可能暗号化された隠し、オペレーティングシステムを作成し実行することができる。ベラクリプット暗号化と複合による性能への影響を減らすため、マルチコアシステムで並列化処理、Windows 上でパイプラインを利用した読み書きによる暗号化をサポートしている。 アイス NI 命令セットをサポートした新しいプロセッサではベラクリプットはハードウェアアクセラレーションを利用して大きく性能が向上するベラクリプットの中立なコード監査は初期の計画段階であるベラクリプットは中立なセキュリティ監査を通過したトルークリプットのソースコードに基づいている監査の第一段階は2014年4月14日に 完了し、ノーエビデンスオブバクドースをアマリショスコードとされた。監査の第2段階は2015年4月2日に終了し、ノーエビデンスオブデリーブロットバックドースをアイニシビアーデザインフローズザットイルメイクザソフトウェアインセキュアインモーストインステンセスとされた。ベラクリプットは2015年6月28日からアパッチライセンス2.0でライセンスされている。以前は、 マイクロソフトパブリックライセンスでリリースされていた。ベラクリプットは大部分のコードをトルークリプットから引き継いでいるためトルークリプット独自のトルークリプットライセンス3.0の支配下にある。このライセンスは改変と再配布に対して制限があり、オープンソースイニシアティブが定めるオープンソースの定義に合致しない非オープンソースソフトウェアライセンスである。 ドライブ全体の暗号化に関しては EFI システムパーティション領域が存在する場合システムパーティションあるいはシステムドライブ全体を暗号化は選択できない上記の選択をできるようにしたい場合には EFI システムパーティション領域を設定しないクリアインストールによる Windows のインストールが必要になるありがとうございます